キッドグループチャンネル、ピアノ演奏担当さくらんぼちゃんです。今回は人前でピアノを弾く際に気をつけることについてお話ししていきたいと思います。先日の受験の際にも意識したことなんですけど、まず一番大事なのは音の間違いとかを気にしないで、いかに普段と違う場所で音楽性を意識しながら表現できるかということが重要になると思います。ミスを気にしないって簡単に言っても絶対に難しいことなんですよね。それではやっぱりも人前で弾くっていうのは緊張しますし、できるわけないじゃんって思うかもしれないんですけど、じゃあそのためにどうしたらいいかというと、もうこれは練習しかないです。皆さんお忙しいと思うので、たくさんピアノの時間に割くことはできないと思うんですけど、そのピアノに向き合ってる時間は集中して一音一音自分の音を聞きながら神経を尖らせて練習をする、そういう習慣をつけとくと、緊張するようないつもと違う場面に立ったとしても普段の練習がそのまま味方になってくれると思います。本番楽しんで表現できるかどうかは普段の練習にかかってます。キッドグループチャンネル4レッスンではピアノの練習方法なども定期的にアップしていきたいというふうに思ってますので、ぜひ皆さんチェックして普段の練習に取り入れてみてください。私と一緒にミスへの恐怖心を克服していきましょう。この動画がいいなと思った方は高評価チャンネル登録お願いします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。